ぜひ皆、えー、さんのお力が必要ですこの説明会は教員不足を解消しようと県が開いたもので教員免許を持っているものの教育現場から離れている人や学生で免許を取得する見込みがある人などおよそ60人が参加しました例年、臨時教員は随時募集されていますが今日の説明会は来年度の教員採用試験のため 県内外かから受験者が集ままったたこの時期を狙い初めて買い開かれましたもっと硬いイメージがあったんですけど、いろんな形で学校現場に参加できそうだなっていう印象が変わりま,したまずは沖縄、地元で経験積みたいなと思って、いじめとか不登校が多いので、この子どもたちに寄り添ってあげられる教員になりたいなって思ってます。 県は今後も説明会を重ねながら少しでも早く教団に立ちたい人材の掘り起こしを進め教員不足の解消に努める方針です。